はい、皆さんこんにちは、ストレッチ中島です。本日も中島さとしオンライン始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日本日のテーマいきたいと思います。本日のテーマはインソール、靴の中にある中敷きの話ですね。これについてお話しさせていただきたいと思います。近年ですね、インソール、まあ、私も使っているんですけれども、靴の中にある中敷きを、まあ、インソールで交換して、で機能性があるものに変えて、まあ、パフォーマンス、スポーツパフォーマンスを上げようという形を、皆さんやっている方が多いかと思います。スキーでもですね、インソールを入れている方大変多いと思いますけれども、一つですね、私なりに、アドバイスをさせていただきます と、今明圧器といって、自分の足型がですね、バランスはどんな風になっているのかなっていう明圧器っていうのは結構、まあ、靴屋さんとか、あとスポーツのお店に行くとですね、明圧器上に乗るんですけれども、それによって自分の足分布ですね、自分は左足の方に体重乗ってるか、右足とか、あとは前とか後ろとか、まあ、いろんな分布がこう出るんですけども、それによって、まあ、自分の立っている位置、立位でどんな風にバランスになっているのかというのを分かることができます。これはもうぜひですね、そのようなお店があるところはちょっと調べていただいて、まあ、行っていただくと、すごくそれが自分がどんな風になっているのかなっていうのが分かると思います。そこで、まず乗った時にですね、左右のバランスとか前後ろがバランスよく取られている方というのは、普段からバランスよく立っていますので、まあ、このような方はですね、オーダーメイドインソールといって、自分の足型をですね、足型を取ってですね、それの、まあ、インソール、中敷きを作るというのをお勧めします。また、その足裏分布ですね、少し左右差がある、あとは前に乗りすぎている、後ろに乗りすぎているという方はですね、いきなりですね、オーダーメイドインソールを作ってしまうと、その前なら前、左足に体重になったら左足体重というように、そのままの、自分の足型がインソールを作ってしまうことになりますので、そうすると、わざわざですね、左足に体重が乗ったインソールだとか、前に、寄りかかるようなインソールになってしまうと、オーダーメイドインソールを作ってもちょっともったいないですので、その場合はですね、既製品といって左右が対称になるインソールがありますので、それは市販で売ってますので、そちらをですね、まず使っていただいて、でその、インソールの上に立っているときは、まあ、大体必ず、真ん中にバランスよく立っているような形になりますので、それを使って、滑っていく、または日常的にももし、スニーカー等に入れられる方は、もうぜひですね、それをまあ、毎日できるだけ履いていただく、またはもしなかなかお仕事等で上でなかなか、履けない方は、まあ、家の中でもしスリッパとかに入れられて、できるだけ多くの時間をですね、履いていただくと、まあ、体がどん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 そのバランスに慣れてきて、まあ、3ヶ月ほど経つとですね、かなりも体がですね、また変化を感じると思いますので、ぜひですね、そのような形で、同じインソールを、使うにしても、オーダーメイドか、例えば既製品かというのをですね、自分のその足型のその今の分布がどんな風になっているのかというのを参考にしていただいて、まあ、使用していただくとすごく効果が上がるんじゃないかなと思いますので、参考にしていただければと思います。はい、それではですね、今日はですね、インソールについてのお話をさせていただきました。はい、皆さん最後までご視聴していただきましてありがとうございます。今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。